はい、どうもこんにちは、マッキーです。今回も、サブノーティカビローゼロやっていこうと思います。というわけで前回なんですけど、前回はコッパ採掘場に行ったけど特に何もなくて、でこっちのアーキテクトの方行ったら陸上基地を見つけたっていう感じですね。でそれで陸上基地からアーキテクトのアーティファクトに行くためには、あの右下の作業湯ってのを作んないといけないんで、その素材を今取りに来たって感じですね。でついでにプローンスーツのアップデートも作れたんで、これもちょっと作っていこうかなと思います。これで振動モジュールだからさらに深く潜れるようになると。で作業湯自体はこれですね。はい、というわけでできたので、まあ行きますか。でこれで何メーターだ、700もいける。よしよし、700いけたらかなり進めるぞ絶対。はい、というわけでここまでやってまいりました。これを入れたらこれが使えるようになって、あ、伸ばしたりできるのか。なるほど。これで今縮まってるから伸ばせばいいのか。お、おー、すげえ。おお。よしよし、これでいけるぞ。あ、こっちからでもね。はいはいはい。とりあえず物は取っていって、東北、北東に興味部隊パカー、あ、やばい、北東に興味部隊、あー、ダメだ、何も言えねえ。氷の下にトンネルを掘っていたあの生物を、やべ、全然聞いてなかった。北東に興味部隊、あ、興味深いパターンを感知した。調査する価値があるだろう。だが注意してくれ。何に？あの飢えた生物を思い出す。氷の下にトンネルを掘っていたあの生物を。これがリヴァイアさんのことなんじゃないかな。って言ったらこっちか、こっちか。北東って言ったらこっちだよね。でもここ気になる。あ、なにこれ。ああ、はあ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 。これスキャンできますね。アーキテクトのケーブル。やばい、今日はいつも以上に口が回んねえからな。入ろう。アーキテクトのケーブル。これらの高密度のアーキテクトのケーブル構造は、4546B 上のアーキテクトの活動を確認されている。ん？活動が様々、ん？活動が確認されている様々な場所との間を結んでいることが明らかになっている。ケーブルハウジングには、事実上マルチモード光ファイバー通信ネットワークの1形態であるものが含まれており、ダイヤモンド粉末をプレスした微細な層によって物理的にシールドされている。ってことはなんか、まあ言っちゃえば、なんだろう、光回線がもっとすごいバージョンみたいな感じ？おお、こっちか。登れますね、ここ。登れってことかな。よし。ああ、なるほどな。これで体温回復しながら来いってことか。じゃあちょっと取るわ。でもあの上なんもなさそうだけど。これ何？あ、やば、やば、や、なんかやばいのある。な、やばい、やばくない？何これ？あ、待って待って待って。なんかえぐいのが来たぞ。上に登った方がいいのか、とりあえずは。何今の。
どこ行ったの？ビビらしてきただけかよ。これはどうとかか。インベントリーいっぱいだ。ああもうこれ一人で来いってことだな。そういうことじゃない。あ、そういうことではないか。ここしかないんだ。あ、なんかあるな。あっちだな。こっちだな。これはスキャンできるかな。スキャンはできない。とりあえずこっち行きますかね。北東？ああ、ここだ。なんかある。ああ、これはあれか。なんだっけ、ペンギンちゃんか。まだペンギンちゃん作ってねえんだよな。メカペンギンでいけるはず。ああ、なんかありますね。よしよし。ここは？あ、ここの上か。トンネルになってる。トンネルになってる。あ、これ来たんじゃない？あー、あー、来た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 。おー、来たぞ。あ、これあれじゃん。あー。これ、ワープゲートだな。うわ、イオンクリスタル持ってきてねえ。イオンキューブ。イオンキューブがあって、イオンキューブをここに入れたら、ワープホールが開くんですよね。で、どっかに移動できると。うわー、イオンキューブ、でも、これあるってことはどっかに置いてきてるんじゃない？この島のどっかには絶対あるぞ。ここか。あ、ここだ。あー、イオンキューブある。ここで拾えってことか。別の施設を見つけたが、まだ他のものが生き残っているかわからない。しかしそれでも貴重な情報を保持している。より多くの情報が見つかることを期待し、おお、すげえ。めちゃめちゃあるな。ネットワークは私の仲間でテクノロジーの存在を示唆しているが、受信しているイメージは断片的で反復している。正確な場所の特定ができない。あ、ちょっと地下深くにあるエネルギージェネレーター。うわ、あるな。エネルギージェネレーター。エネルギージェネレーター。どこだ？これか。あ、テレポーターはさっきのあれか。テレポートする技術だよってのは。まあ、これは別にいいや。エネルギージェネレーター。この異星人のハードウェアの配列はメガジュール級のエネルギーを蓄積し、迅速に放出する役割を果たし、内部に保存されてイオンキューブによって充電されていることがスキャンにより示されている。この非常に強力なコンデンサーは、様々なアーキテクトの施設間を結んでいる電力ネットワーク上の一時的な電力消費を円滑化するために使用されているのかもしれない。なんとなくもわからない。まあ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 、とりあえずこれでイオンキューブゲットできたから、さっきのテレポートのとこ行きますかね。よっしゃ、来ました。ここのワープ、マジどこに繋がってるんや。開いた。4キューブを挿入する。おっしゃ、来た。うわー、来た。ちょっと行ってみますか。どこに繋がってんだ。え、あ、最初だからか。おい、
どこだ？マジどこ？長くない？おお。どこだここ。基地。ドラえもん。900m離れた場所だ。ここはなんだ？これでも基地があったってことは、ここ使ってたんかな？ぶっ壊れてる？なんだここ。あ、これがあれだ。このマークだから、待ってよ。地図の、ここだ。ここが多分ファイロボティクスセンターだ。ここに繋がってたんだ。あれ、あ、あるな。あ、これ、パワーセル充電器。来てる来てる。カウンター。いや、これはもう宝庫だな。ポスターあるね、PDA。その話乗ってくれる？待てよ待てよ。冷蔵庫。ここにも PDA。ゼータとの会議。あ、待って待って。保温ポット。ポスターだ。ヒーターだ、ヒーター。これこそ持って帰りたいのに。なんかドアありましたよね。ここの前がちょっと見たいな。この二つ。こっちから行こう。Hey guys, I'm so glad you're here. サムだ。Where else would I be?Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again. I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick. ここから重要だな、多分。And we start playing. It's about the camera. 凍ったリヴァイアさんがいる洞窟のことであそこを調査してみたら？とにかく調べてみたんだけど、私たちが心配するに値するものだと思う。この惑星が移住不可能だったのはそんなに昔のことじゃないんだし、でもみんなで協力すればカラーの突然変異の実験に終止符を打つことができるわ。Zeta! Can we play the game now? Fine. Oh? Zeta との会議。Oh, you brought a friend. Spy Penguin in training. Spy Penguin. Recording audio, is that okay? Of course. I have the photos you sent. What am I looking at here?凍ったリヴァイアさんにカラー農法があります？それなら心配することない。細菌が流出しないように措置を講じている。アウトブレイク発生時に凍ったものです。この菌株がこの惑星が移住不可能になった原因ですから。If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming upI really need your focus on the penguins. Oh, yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. なんかいいそうな感じはするけどな。そんな感じですね。じゃあここ行きません。行けませんでした。行けると思ったのに。そんなに何か
めちゃめちゃ重要なものがあるわけじゃない。下はバッテリー、スノーフォックスホバーパッドの残骸、ソナーフォックス、スノーフォックスホバーパッドってなんだ。ここがサムが働いてた場所。あ、下もあるんだ。ポスターありますね。あ、スノーフォックス。あと1個だな。スノーフォックスはここで見つけられるはずなんだけど。あ、盆栽、氷河盆地のマップ。あ、ここが、これがマップか。どこだ。ここがあの橋だよね。橋を渡ってきて、あらら、全然わからん。ちょっと地図読めねえな。もっとわかりやすく書いてくれ、サムのやつ。でも何かおかしいわね。何かおかしい。研究に関するダニー。 Hi you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. これもしかしてペンギン作ってその中に入ったらなんかカラーサイキに返するやつが見つかんのかな。 We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? これ以上探るのはもうやめてちょうだい。あなたのキャリアが傷つく前に。We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam, I need to think. I have to go. わあ、こいつらほとんど悪者なんかも。よし、ゼータ・ランドル、ランドン博士。こんなん出てきたっけ。あ、こいつか、ゼータ。オレンジみたいだな。ゼータのベッド。一緒じゃない、作りは。ほぼほぼコールドスーツ。なんだこれ、氷点下の環境に適した。ああ、これであれか、寒くても大丈夫的な。なんだこれ、ジュークボックス用ディスク。ジュークボックス作ってねえんだよな。チームのお茶会、リーダーとしてのマインドフルネスの実践。チームとはスポンジのようなもので、あなたが部屋にマッチ込むエネルギーを吸収します。リーダーのあなたは自身をティーポットだと思ってください。あー、これ別にいいな。なんか特になんか必要じゃないな。なんだこれ、浄水タブレット。凍った水源と組み合わせることで、浄水タブレットは雪で覆われた地表探索面でも飲料水を作り出すことができます。あの雪であれか、作るのか。あ、ここにもあるの。知的生命体。Hey Sam. Oh, hey there, Pengling buddy. Hi Fred. What brings you this way? I was just. フレッドはいいやつなんだよな、多分。ウィリアムがブリッジの深くに潜るのを手伝って。
is some weird stuff out there. The clicking sound? SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? 知的生命体は多分アランのことだよな。I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains of the family? Oh, my family has many different brains. Like a... A hydra? Well...Oh, yeah, actually, I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. いけないな、ここ。なんか一瞬いけたけど。ここもペンギンで行くのか。こんなもんかな。レーザーカット。ポスター。多分、あっさり残しは。ないはず。あ、なに？スララか。わ、下もなんかあるな。うわ、でも今回この辺で終わっときますかね。結構長くなってるのかも。また次回この続きからやっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価、コメントお待ちしております。それじゃあまたねー。